久保さん、工藤会、あれですね。なんか死刑判決出たらしいですね。で、なんか、なんだっけな。なんだ。叫んだらしいですね。全然これはダメだ。フェアじゃないみたいなね。うん。まあこれわかんないですよ。わかんないけども、指示があったのかなかったのか、わかんないですけど、まあ指示がなかったんだったら間違いなく、あれでしょ。無罪でしょうね。勝手にやってるんだったら、それは無罪というか、 どうなんどうなん死刑にはならないでしょうね。うん、これ言った言わないみたいなね <laughs>。し、ただまあね、言わないことがあり得るのかっていうこともあり、かね、これどうなんですかね。まあ、その場合でしかわかんないですからね。うん。まあね、本当にその、なんだ。子供が全部罪を犯したら親が死刑になるみたいなね <laughs>。 まあ、そんな、まあ、極端に言うとそんな感じですよね。親の監督不勇気だ、言うて、全員親死刑みたいなね。<laughs> うん。まあ、ちょっと、はその、内容が内容ですからね。その、やってる内容が、結構ね、すごいですからね。<laughs> 結構、まあ、一般のその事件よりか内容が濃すぎるので、まあまあまあって感じですけど。うん なんかその、なんだろうな。ま、あ僕、その薬剤映画とかね、暴力団のやつとかも結構たまにこう見たりとかね、好きなんですけど、その、な工藤会に関しては、その、仇というかね、一般市民には手をつけるから、あの、なんか違うみたいなね、あそこはちょっと違うみたいな、なんかいう話があったんですけど、なんかあの、うん薬剤映画とか、なんか、 なんかね、すごくその、情が厚いというか、なんだろうな、硬いか、な、なん、なんすかね、あの、なんかあの、一般の人たちよりも、情が硬いというか、あの、なんだろうな、親分のために死んできますみたいな、な、なんすかね。ああいうの僕好きですけどね、なんか。うん、なんか、失った精神というかね、うん、失われた精神が、あの、 ヤクザドラマ、映画とかに描かれてるんじゃないかなと思いますけどね。日本の。うん。そう。まあ、学ぶものはどこからでもあるんじゃないかなと思いますけどね。はい。いってらっしゃい。